ちは。こんにちは。さあ、今年の新人王が発表されたことを記念しまして、はい、豊さんの久々のベストナインおじさん発動ということで、はい、歴代の新人王の中からベストナインを作ってみよう、はい、でパリーグやりました、はい、セリーグです。パリーグは反響があったからね。ありましたからね。やっぱりそんなこともない。やっぱり皆さんの年代で、ね、変わってくる。まあまあそりゃそうだな。はい、うん、ありますけれども、じゃあ早速ピッチャー。ピッチャーは迷うわ。いや、パリーグの時も迷ったじゃないですか。ああ、ピッチャーいい、ピッチャーいるよ。そりゃね、歴代ピッチャー見たらね、すごいよやっぱ。与田さんもそうなんですね。あ、そうそうそう。まあ与田は抑えだったけどね。あと川上健進さん。だから藤田元志さんとかさ、堀内さんとかもそうだし、はい、まあ、先輩の秋山さん、はい、秋山昇さんとかさ、うん、昔言えばそういうピッチャーがいるしさ、はい、斉藤明夫さんとかね、ルーキーの顔してないのにルーキーを新人を取ったというさとか、津田恒美とかね、槙原寛己とか、はい、山崎康明投手も取ってるんですもんね。だけどその中で、はい、まあ、決めなきゃいけない。そうです、ね、発表です。はい、ね、上原浩二と1999年、はい、これは松坂投手が一緒に新人王をパ・リーグの取った年です ね、 ね、はい、でも上原のやっぱボールを扱う、うん、ルーキーじゃなかったね。もう違った。やっぱフォークの落としどころとかさ、はい、全てに対してのコントロールが良かったし、うん、全てのボールが良かったというね。上原に最初感じたことっていうのはハングリー精神だよ。決してエリートではなく、はい、だけどそこから這い上がってきたという、うんうん、だからエリートには絶対負けないという、うん、だから気骨を感じたね。あ、そうだ、うん、だからすごくインパクトが強かった、うん、そこからもね、どん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 活躍してメジャーにも行かれましたしね、うん、本当に。じゃあもうここは上原投手、まあ俺にメッセージもくれたしね。あ、そうですね。いつ出てくれるのかなと思う。上原さん、ぜひね、コラボで、ね、一緒に YouTube 出てください、はい、まあそれは忖度なしで、はい、やっぱ俺は上原だと思ったけど、ね、上原投手、はい、じゃあキャッチャーです。キャッチャーもね、選択肢ないんだこれパーリーグと一緒なんだよ。そうなんです。でもこれは言い合ってたでしょ俺。そうなんです。いや、見ててもキャッチャーいないぞって、ま、でもひょっとしたらこの選手は取ってるよって。そうです。それが田淵光一さん。田淵さんのみなんですよ、1969年。うん、田淵さんだけキャッチャー。そうなんです、ね、いや、やっぱキャッチャーっていうポジションは、そのまあなんていうの、古田も1年目から使われたりだとか、はい、まあ、谷繁もそうだったね、うん、使われたりだけども、やっぱ新人王を取れるまでにはこういかなかったというね。キャッチャーってそうですよね。やっぱ難しいんだよね、ポジション的にね、うん、それとやっぱこう預けられないというさ、はい、ルーキーには、うん、だそういうポジションだよね。そうですね、うん、ファーストですね、はい、はい、村上、はい、ファースト村上選手、村上、ヤクルト村上、はい、やっぱいいんじゃない、いいんじゃないっていうか、あ、なんかサードのイメージが、いや、サードのイメージがあるんだけど、はい、これサード入れたらかぶっちゃう、かぶっちゃうね、いろいろ。なるほど、ね、でもまあ村上もそのなんでファーストもやる、うんうんうん、やってたしね、はい、ルーキーの時に、うん、だからまあファーストで村上を選んじゃったけどさ、はい、でもいきなり新しい選手になりましたね、最近の。例えば王さんが新人を取ってたら、はい、それはまた違うよね。そうですよ。でもファーストってなかなかいないんだよ、そんなに。あ、そうなんですね。やっぱ打たなきゃいけないポジションだから。あ、だからパ・リーグは清原だったけど打ったでしょ、はい、うん、だから新人を取れたけど、はい、やっぱファーストのポジションってやっぱこうバッティングが効かないとさ、うん、なかなかその守れるポジションじゃないし、はい、バッティングがないとね、うん、だからそういう意味では村上になったかな、村上選手、うん、ということはやっぱりすごい。いや、すごかったよね。はい、セカンドです。セカンド迷ったんだよ。ん、いや、岡田さんもいるし、お、あ、西俊さんもいるし、はい、で内野であんまりこうなんていうの、新人を取るっていうのはなかなかなくてね、やっぱりね、はい、ピッチャーが、ピッチャーが何割程度取ってるのかな、結構な確率でね、はい、ピッチャーが取るんだけど、まあ、その中で今の原監督、そうそう、辰徳さんでね、あのルーキーでやっぱセカンドからスタートしたんだよね。あ、サードじゃないんだ。サードじゃないんだよ。だからセカンドでスタートしたから、はい、セカンドに入れた。ああ、なるほど。うん、で、まあ岡田さんもね、はい、いいし、まあ西もいいし、うん、だけど
腹がなんて思うよね。入ってきた時からやっぱりそのまああのキャーキャーワーワーやっぱり言われてたんですか。もうすごいよね、うん、もうスター性バリバリだよね。まあ、でかっこいいですし。かっこいいよ。で新人王も取っちゃったってことですよね。同級生だからそうですよね。同級生ですよね。同級生よ、ね、じゃあこの時ってパリーグ同級生で一緒に大石大二郎さんももう取ってるしね。取ってるし、まあ、1年違いかな。いや取ってるか。あ、石毛さんが81年なので、うん、あ、じゃあ石毛さんと一緒に取ってた、うん、だからもうそこら辺がもうぶっちゃぶちゃいい選手が多かった。黄金期の選手たちですよ ね、まあ、ね、まさに。だからまあ岡田さんも入れようかなと思ったけど、はい、ね、そこはちょっと、あ、まあね、そこはもう同級生の原さんということに、まあ、うん、まあ YouTube も一回出てくれてるしねどうします。いや、原さんでいいですか。もちろんもちろん、はい。続いてサードです、はい、サードは長嶋さんだな。あの長嶋さんって新人王取ってらっしゃったんですね。もう根こそぎ取ってんじゃない、なんかしら。あ、そうなんですか。なんかあったらなんか取っていってるんですよ多分すごいですね、うん、長嶋さんはやっぱプロ野球を変えた人って言われてるからね、うん、それだけのそのインパクトあるし、はい、1958年でしょ。58年です。俺が生まれた年だから。あ、じゃあ豊さんリアルタイムではそんなに。ああ、そうよ、裏覚えみたいな感じ。まあまあ10歳ぐらい、まあ、小学校4年ぐらいから、あ、はい、まあ、高校2年か3年で引退するんだけど、はい、まあ、そのぐらいの期間だよね。あ、そうなんですね。そうなんですねって言うけど、うん、まあ記憶にはあるよね、見てるよ、ね、そうなんですよ。なんか長嶋さんで、あの、ずっと監督もされてたんで、なんだか現役をずっと見てるような感覚になっちゃうんですけど ね、まあ、まあ、 そうね。そしてショートです。ショートは立浪。はい、立浪さん。まあ、立浪ガラスの10代ってね、あの、あいつの応援歌だったんだけど、光源氏の。光源氏。あ、そうなんですか。あ、まあ、いい選手入ってきたなと思ったね。あ、守備の上手い、はい、バッティングはちょっと非力かなっていうふうなことは感じてたんだけど、うん、守備はパワーがあったね。じゃあこの新人を取ったのもやっぱり守備っていうのもやっぱり買われてた。俺がルーキーで見た中で立浪が一番うまいよ今。それは今でも変わらない。じゃあ PL で相当すごかった。相当うまかったし、やっぱこうプロの試合を見て、これ伝説の話ね、はいはい、見てなんであんな球減らしちゃうのってプロに向かって、はあ、いうぐらいやっぱうまかった。天才的なものなんですか。でその一個下に宮本がいたわけでしょ、はい、で宮本は立浪をイメージしてシャドウで守備練習をしてたという、うん、よ、あの暗いグラウンドに残って、はい、まあ、そのぐらいやっぱこう立浪っていうのはやっぱうまかった、うん、あ、そうなんですね。あ、じゃあもうここは文句なしの、うん、だからバッティングっていうよりもやっぱこう俺は最初は守備が目立ったね。うん、すごかった。守備に迫力を感じた初めてのルーキーの選手で、あ、すごい。それが未だに破られてないのがすごいですね、うん、さあ外野手3名です、うん、はい、まずは高田さんです。高田さんね、はい、もう三塁線抜けてもフェンスまで絶対つけなかったという。え、クッションボールを取らなかったという。あ、そうなんですか。フェンス際の魔術師って言われる。へえ。いや、まあうまかったなっていうか、あの明治大学なんだよこの人ね、はい、で星野監督の一つ上か二つ上かぐらいなんだけど、まあその時っていうのは体罰とか、はい、そういうのはもう平気な時代でね、我々の頃も、うん、殴られる蹴られるのはもう当たり前の世界で、うん、高田さんだけは一発も殴られなかったという優等生なんだよ。そのぐらい、そのぐらいこう完成度が高かったという。へえ。だからすごい名プレーヤーという。じゃあプロに入ってきてもすぐに活躍されてた、まあ、すぐかどうかは俺はあんまりね、うん、一緒にやった記憶がないから分かんないんだけど、はい、でもずっとレフトをね V 級時代守られてて、うん、はい、で長嶋監督が抜けてそのサードの穴を高田さんが埋めたという、はい、あ、そうなんですね。まあそういう選手なんだよね。1968年に新人王、はい、獲得されてます、うん、でもう一人外野手、青木宣親選手。あ、青木ね、はい、まあ青木はね、はい、あのしぶとさ、はい、まあ、今年っていうか優勝した時の涙っていうのはすごくなんかもらい泣きをしてしまうぐらい感動的だったんだけども、はい、青木は首位打者を取れるとかいろいろ期待をされててね、ヤクルトで、はい、で最初1軍で呼ばれた時に全く打てなかったの、うん、でお前ファームであれだけ打つのになんで上で打てないんだみたいな
まあ、そういうこうね、苦しみながらやりながら、まあ、首位打者をそれから取りに行ったりだとか取ったりだとか、うん、200本打ったりだとかね、うんうん、まあすごく執念を感じる打者だよね。そうですね、うん、でね、メジャーにも行って活躍されて、ね、でまたヤクルトに戻ってきて今もねなお活躍されてるので、ね、いやすごいプレイヤーですよね、はい、そして最後はい奈緒さん奈緒さんお前最後文句ありそうじゃんないですよないですよ、はい、さよならみたいなそんなことない息が抜けちゃった時であ奈緒さんもう新人取ってたんだなって奈緒さん新人いや別に大好きですよいやそんなことないでしょ今のリアクション大好きですよだっていろんなチーム当たり合って今もう野球から、まあ、釣り人になってるけどねあ野球選手みんな釣り人になる方多いですよねいやもうなんか魚屋とか言われてるけど魚屋タオさん、うん、タオさんね、はい、もちろん俺がルーキー入ってて中日にいらっしゃって、はい、で一番バッターで、はいね、長崎さんと首位打者を争ってみたいな、うん、まあそういう伝説を残しながら、うん、爽やかで、うん、いい選手だったよねなんか薄いね。いや私やっぱ薄くないものすごく。なんでしょう。いろんなところ、まあ阪神も行きましたし、ああそうそう西武も行ったし、ね、西武も行きましたし、はい、なんかいろんなところを渡り歩いてて、うん、なんかすごく気の優しそうなおじさんっていうイメージ。お父さん。ああでもね、ものすごくね、はい、気が強く。えそうなんですか。なんか娘さんか息子さんがなんかぶっ飛んでるんですよね。テレビ出てたんですけど。まあ奥さんもぶっ飛んでるよね。そうぶっ飛んでるっていうかこう、ね、こうなんかロックかなんかロックそうめっちゃかっこいいんですよ奥様かな娘さんか両方か奥様そのなんていうの前座で田尾さんがさだまさし歌うとか全然違うじゃねえかみたいな色がね、まあ、三拍子揃った、はい、で大学自体は二刀流だからあそうだったんですかピッチャーもやって、はい、野手もやっ て、 あそうなんですか肩抜群に良かったああだから3秒揃ってたいい選手だったよあ、そうなんですねねえ、で最後まあなんでお前リアクション薄いと俺はポロポロ教えなきゃいけないじゃないいや、年代がリアルタイムじゃないので、うん、なかなかね、青木選手とかはリアルタイムで分かるんですけど、うん、まあセリーグだと、例えば京田選手ああ、京田はい、新人を取ってますしパリーグねはいああ、セリーグあセリーグ、京田ねはい、はいまあ新聞に出てたけどさ、はい、京田の評価が低すぎるんじゃないかっていう選手間での話があったっていう、うん、あそうなんですねだからもうちょっと評価されてもいい選手じゃないかっていうね、うん、なんとかなんかレギュラーで定着してほしいっていう、まあ、レギュラーはレギュラーなんだろうけどさ、うん、やっぱ打てない打てないって言われるからねあそこなんですかね他が打ってくれるとさ、はいね、目立たなくてその守備ですごく目立つ選手だけどね、うん、そうですね私とかだと例えばなんか大瀬良投手だったりあと野村雄介投手広島の、うんうん、だったりとかあと山口投手ね後ろで取ったっていう山口哲也そうですそうですそうです、ね、育成からっていう、はいはいはい、だったりとかまあでもこれも本当に年代によっては全然違ってくるんだよいや全然違うよあと好みもあるしファンもあるしそれもありますよ ね、 でもやっぱりピッチャー多いですねセリーグピッチャー多いね、セコ通して多いですね、ああ新人王っていうのは本当、うん、まあね、はい、まあ新人、まあ、新人らしからぬ顔で、ね、取ったのは斉藤明夫さんだと思うよそうなんです斉藤明夫さん、入って新人王だよと、はい、入れ入れないね新顔が新人じゃなかったあそういうことですね